マンチェスターシティのポルトガル代表 DF ジョアン・カンセロがアルヒラル、サウジアラビア一部遺跡で合意したようだ。イギリス、ミラーが報じている。同紙によると、遺跡金は2100万ポンド、約40億円。年俸は破格の1300万ポンド、約25億円とみられる。カンセロは昨年1月にジョセップ・グアルディオラ監督との確執が取り沙汰され、 バイエルンに期限付き移籍。昨期はバルセロナにレンタル移籍していた。シティに復帰した今期は、ここまで公式戦のメンバー入りがない。アルヒラルにはポルトガル代表でチームメイトの MF ルベンネベスやブラジル代表 FW ネイマールが所属している。シティは今回に FW フリアン・アルバレスを6400万ポンド、約122億円、でアトレティコマドリーに売却した。 さらに DF テイラー・ハーウッド・ベリス、FW リアム・デラップ、MF トミー・ドイル、MF セルヒオ・ゴメス、MF ミカ・ハミルトン、MF アレクサンダー・ロバートソン、MF ケイン・テイラーなども移籍している。そこにカンセロを加えると、今回の収入は総額1億4500万ポンド、約277億円となり、さらに4200万ポンド、 約80億円、相当の追加収入の可能性もあるようだ。